どうもおはようございます、たましぐです。今日はね、会社のバイク乗ってるみんなとビーナスライン方向にねツーリング行きます。 YZF-R25 買って初めての高速を使ったツーリングですね。下道だけっていうのはやっぱり楽しいかもしれないんですけど、時間かかりますからね。やっぱり高速使ってスイスイって行きたいですね。タイムイズマネーなんで、やっぱりなかなか忙しいですからね。ということで今から集合場所に向かいます。今日はね SR に乗った A 氏と、あとニダボの大市くん、1年ぐらい前の動画にねツーリング行った時に一緒に行ったメンバーなんですけど、今回はそれに大市くんと同じニダボに乗った T ヤマンも一緒に行く予定になってます。4台ですね。私の R25 とニダボ 250cc、 SR は400なんで、中型バイクツーリングということでね行ってきます。さあ、じゃあこれから集合して出発したいと思います。圏央道の入間から高速に乗って走行中。渋滞しちゃった。突き抜けましょう。おお、甲府盆地が見えてきましたね。あれが南アルプスですか、雲がかかってるのは。おお、いい眺め。すげえ登りだな、これ。いやー、寒いな。あ、だんだん走ってる風が冷たく感じるようになってきた。ねえ、うん。登ってきたんですね、登ってきたね。うまい中華食べたいね。ここでかよ。こあ、ホットクリーム食べたいね。どっかでね。あ、危ない。あ、なんでこんなとこにあるの。なぜこんなとこに、なぜこんなとこに放送やろ。もう風が冷たい。ねえ、大市くん、羽織るのあるの大丈夫なの。すげえ寒いかもしれないの。暑いよ、多分。それじゃあ、結構上行けば涼しいんじゃないの。あ、聞こえてないのかな。夜中涼しい。うーん、涼しい。ねえ、ねえ、結構登ってるよね。ねえ、登ってるよね。結構アクセル開けてるもんね。あ、もう下界と違うって感じになってきたもんね。涼しい涼しい、いい感じだ。ちょっと寒いぐらいになってきた。これ大市くん、大市くん半袖でやばいんじゃない。これ寒いんじゃねえ、もしかして。そうだよ、大市くん大丈夫かな。大市くん半袖で大丈夫かっていう呼びかけに答えがないんだけど、途切れてんじゃねえか。感じないね。うん、なんか通信が途切れてるかもしれない。あ、もうなんか首が冷たくなってきた。もう寒いと思う。寒いよね。大市くん大丈夫かな。あ、でも27度もあんだ。27度。あ、ね、まあでもエアコン27度だったらまあまあ過ごしやすいかな。まあそうだね。しかも強風だから、ね、うん、強風のエアコンだから寒いじゃん。ちょうどいいぐらい。すごい広がってるね。すごいね。気持ちいいね。綺麗。やっぱ埼玉とは違うぜ。埼玉とは違う。お、ソフトクリーム並んでる。お、なんで？あれ並びます？あ、日本一高い駅だって。そうなの。そんな高いんだ。なんかこのかぼちゃみたいな牛いっぱいあるな、さっきから。確かに。あちこちに。またぐら厚造になってる。またぐら厚造。山が気持ちいいね。あの山登れるか。
あの山登るんだよ。あ、やれてくれた。すげえ遠くから来たら走ってたもんね。それを手挙げてました、ね、何かなと思うぐらい。また牛のかぼちゃあった。あ、やばい、ちょっと個体差あります。作ってる人によりけり。あ、ここにもあった。これ色ちょっと違いますもん。あ、どうぞ。違ったね、なんか顔が可愛かった。 あ、原材料がいっぱいある。あんなに肥料の入れ物かなんか。なんだろう、こんなにあるなら最初から数えとけばよかったよ。ね、何体いるか数えればよかった。ここ今清里ライン？これ清里ラインだよ。34度もあるこの辺。あ、そう。まあね、この先明らかに山の中入りそうだから涼しくなる。どう？はいよ。あ、なんだこの人、高速降りたのにまた乗ってる。山だ。お、これは相当登るね。登るね。チェーン脱着状があったから、これは涼しくなりそうです。最近いねえだろ、このテールをブラックにしてこのプリウスみたいな。あ、黒くするね。もう10年前の流行りだろ。メルヘン街道。メルヘン街道、そう。入っちゃった？看板出てた。あ、これメルヘン街道ですか？なんかマンホールの蓋の段差がでかいよね、ちょっとね。ねえ。もうちょっと平らにならしてほしい。でもここら辺道きれいですね。うん。ねえ。うわ、超青い空。登りがきついだな。ねえ。やっぱ楽しいじゃねえかよ、これ。これやばいっすね。やばいね。やばいよ、これ。ここも綺麗だし。まあでもやっぱ登りがきついから、やっぱ大型だな。どうも。だって大丈夫、パクチェ開けないでもね、もう持っていかない。埼玉出ちゃうとやっぱ大型じゃないと釣れないな。あ、これはあれだな、ガソリン結構使うな。お、299だって。299こんなとこまで来てるのか。あ、これ299ですか。299って書いてあったの。あ、ほんとだ。じゃあ、地区からずっと来れば氷来るらしいよ。マジか。あ、下道でここまで来る気合はないな。Oh!
ガソリンメーターが半分になった。はい、そう。2ダボ今どんくらい？半分になっちゃったよ、これ。まあ、ちょっと寒い。大市くん大丈夫かな、ね、大市くん大丈夫かな大丈夫だって言ってたけどさ。おー、なんかほんと寒くなってきた。おー、すげえぞ。あ、なんかここで休憩行けるの。あ、バイクがなんかいっぱいたむろってるね。あ、なんか大きいのが走ってるな。 CB 戦艦なんか走ってる。さっき行けと熊谷ナンバーの人が。ちゃんだ、頑張ってんな。もう涼しい、涼しい。もしかして電波が悪い、もしかしていい。あ、でも今ちょっと途切れた。ちょっとでもちゃんと4本立ってる。車両が近づく感じがみんなで並んでコーナリング。はいはい。すごい空が青いな。なんだこれ、空に近いから青く見えるのかな。めっちゃ青いよ。気持ちいい。ね、青いね。やべえ。さすがバイク乗りおすすめのツーリングルートだけあって、柵から登っちゃうと結構まっすぐな道なんでしょう。今日高速乗るけど山道走るだろうから、あえてタイヤの圧力規定値で来ちゃったよね。高速乗るけど高くしなかった。いや、あの規定値の方が山道楽しいかなと思って。ああ。なんで今左目視したの？ハローラトリング頑張って。もう登るの精一杯なんじゃない？ハローラツーリングワゴンがいるの？あ、あの白いのか。新しいやつじゃないのあれ。まあ結構そうハイブリッドで結構馬力あるんじゃねえの。上り 9% だもんね。勾配きついよ。いや、やっぱ 600cc はないとダメだなこれな。あれ、なんか聞こえなくなっちゃった。どうした。あ、電波がなくなったか。携帯の電波圏外になっちゃいました。あ、消えた。au 電波が一回なくなった。あ、復活した。なんかゴネゴネ聞こえるようになった。なくなりましたね。全く聞こえなくなりました。うん、生き返った。でもこんなの止まるのか。何事ですか。事故。
白駒の池だって。すごいな、これ。現茶？うん。ピンクナンバーだった。まあ、この池に来てるんだったら寄らないといけないからな。お、そろそろ最高地点かな。あ、最高地点。2227。お、高い。メルヘン街道最高地点。最高地点制覇しました。ででーん。すごい涼しいぞ、これ。大丈夫なんかな、大市くん。もう25度ぐらいしかない感じするけどね、体感。あ、茅野市入った、茅野市。ヴィーナスラインのある茅野市。ヴィーナスライン、立石な。